夏の隠れ家は騒がしく何も知らぬ僕たちをただ静かに佇み世界の外側いざなういつの間に走り出す答えはまだ見つからないけれど手を伸ばす想い忘れないで虹色この地方にも独自の歴史があるんだね。時間があれば深掘りしてみたいものだな。また悪い癖が出ているな、二人とも。集めちゃいましょうね。生態してるんだろう、あの鳥。少し追いかけてみようよ。集めておこう。貴重な素材は集めておくのが錬金術師の鉄則だ。他にやることがある。
あえず集めておくか。ライザさん、少しならいいですけど、無限に採掘はしないでくださいね。なあ、フェデリーカ、サルドニカには名物料理はないのか？押し出しているのは工芸品なので名物はないですが、どれも美味しいですよ。リラは旅先でご当地料理を味わうのが密かな趣味なんだ。この近く、魔力が濃いな。何かあるかもしれん。注意深く調べるのじゃ。さすがオーレン族だな。なんだ、ここだけ霧がやけに濃いような。待て、この霧、高濃度の魔力じゃな。探し求めていたものじゃが、想像以上に濃いな。長く吸い続けるのは体に毒だ。となるとこのままでは進めんな。そんな、どうしましょうか。アンペルさん、これも龍脈の影響なんだよね。間接的ではそうだろうな。ってことは、こんな使い方もできるよね。周囲の力を集める鍵の効果を利用して霧を消したんですね。さすがの起点だが、どうやら魔物の住処だったようじゃな。悪いが、追い払わせてもらおう。お、敵だ、さっさと倒そう。ここは、力を抜いたらどうだ。任せろ、アンペレ。守りを解くぞ。それ、そりゃ俺の勝ち。雨からは逃げられない。鍵を作るなら今かもしれんぞ。弱点を作って。私に任せろ。よし、これにしよう。
かかせろ大佐ね。そりゃ始めるよ。いっけー、ライザ助かったぞ。それ砕けろこいつで。どうだ、真っ二つよ。よし、こっちのは倒したぞ。そりゃアンペルさんにはかなわないな。このそりゃどっせい、ライザね、頼んでいいか。私に任せろ、ライザ。リア、行けるな。今なら鍵が作れるかも。リア、行けるな。ズドンと行くぞ。削り取るぞ。みんな、あの敵に集中攻撃だ。さすがはアンペルさんだ。精霊たちよ、力を借りると。リア、行けるな。私に任せて。よし、こっちのは倒したぞ。アンペル、お前はもっとやれるぞ。シェーッ、終わりだよ。もう一丁ズドン。気をつけて、嫌な予感がしな。浮かぶな。はっ、みんな、あの敵に集中攻撃だ。アンペ、お前はもっとやれるぞ。私に任せて。シェーッ、連続。もう一個ズドン。ジョーニャー、まだまだいける。どこにでもいるもんだね、この手のでっかいやつは。でかいのがこいつだけならいいんだけどな。ねえねえ、これならどうかな。滝の前で見たものより断然濃いな。これならおそらく以前よりも高濃度の溶剤も調合できるじゃろう。すごい、こんなトントン拍子で。これだけ多彩な仲間が揃えばな。どれくらいの量を持って帰ればいいのかな。可能な限りです。両派にはより励んでもらわねばならない依頼をすることになりますから。持ち帰るための用意はしてきたが、結構な重労働になりそうだな。アンペル、お前も手伝うんだぞ。まあ仕方があるまい。申し訳ありません、私も可能な限り持ちますから。大丈夫、旅商人なんて体力がなきゃやってられないし、二の上げ下ろしでも鍛えられてるんだから。剣の修練も同じくです。友達のためならがっつり持って帰ります。ありがとうございます皆さん。帰り道は確定しているとはいえ、行動の不自由になるほどの量は持つなよ。そう前置きをしておくことで背負う荷を軽くするつもりなのは分かっているぞ。これはわらわも背負わねばならん流れか。まあある意味では楽しい経験と割り切るかな。あんま嬉しくなさそうな話をしてんな。フェデリーカのお役に立つんだから嬉しい話でしょ。ああ、簡単なものでよけりゃリラさんと確認し合えばすぐできるぞ。戦士が地図まで？里じゃ偉いやつしか書けないのに。何度も書いていればいつかできるようになる。周囲を探してみたが、どうやら住んでいたのはあの魔物だけだな。いわゆる洞窟の主みたいな魔物だったようだね。当分皇族があんなのに襲われる危険はないと思うよ。地図に皇族の気遣いまで。まさか皆さん今後の採取に向けた準備を。いかにも以前に半端な仕事をやった反省として、今回は少々手厚くやらせてもらいますよ。本当に皆さんありがとう。わそんな泣かなくても。ライザ、クラウディア、パティはついててやれ。他は交代で採取物の荷造りと警戒だ。一人慰め役が欠けてはおらんかの。
あんたじゃ逆効果だろう。なんたる偏見か。にしてもこんな洞窟があったなんてな。発見こそ冒険の醍醐味じゃの。ほら調合するからアトリエに戻るよ。石はかさばるし重たいんだよな。こういうのは俺に任せてくれ。とりゃそれ。すげえ鉱山だ。これだけ豊富な採掘資源があるってのは少し羨ましいな。採掘資源があるってのは少し羨ましいな。何作ろうかな。どこに入れよう。何入れようかな。ここでいいの？あ、どうも、こんにちは。職人との挨拶は大切なんです。さあ、以前より濃度が増した改良版です。どーんとお納めください。おお、ありがたい錬金術師殿。これがあればかなり自由に試せるな。融和の技術をより高めていけるぜ。役に立つかはわからないけど、レントが書いてくれた採取場所の地図も渡しておきますね。ただし霧が出ている時はあまり近づかないように。危険だからね。なるほど、承知した。うちの組合長代理を修行させてもらってることといい、錬金術師殿のご一行には世話になり同士だな。とんでもない。こちらこそ、フェデリーカにはいろんな場面で助けてもらってますよ。ほう、ぜひとも詳しく聞かせてもらいたいな。やめてください、アルベルト。それよりもアンナ、筆記をお願いします。あ、はい。両派の事情に鑑み、長らく保留としていた一件にサルドニカ交渉組合長代理として裁定を下します。100年祭に建てられる正規の彫像の製作を魔石装飾とガラス細工両派に正式に依頼します。謹んでお受けいたします。我らにお任せください。正規の彫像製作にあたり、溶剤の使用に慣れた今のあなたたちに伝授する技術があります。何？ランベルティー家がこの時のために磨いてきた全てを余さず伝えます。どうぞ工房へ。
デリーカ、頑張ってね。私たちはどうしますか？先にアトリエに戻っていますか？そうだね、アンナさん、フェデリーカにもそう伝えておいてもらえるかな。かしこまりました。フェデリーカ、技術の方はもう伝え終わったの？いくらあの二人でも一朝一夕に伝えきるというわけにはいきません。少々日数をいただけませんか？いいよいいよ、こっちもすぐ終わるわけじゃないし。その代わりというより本題なのですが、今日はこれをお届けに参りました。こいつは例の町の交渉に文様を伝え魔石の扱いを教えた錬金術師に関する文献か？はい、サベリオが蔵の奥で見つけてくれました。内容としては大筋前に話した通りです。少し見せてくれるか？この錬金術師は長く町に腰を据え、魔石を用いた道具を作ることに心血を注いでいたようじゃな。魔石を用いた道具？ここにはどこにでも行ける魔法の玉と書かれておる。どこにでも行けるか。やはりその古の錬金術師も空間を超える方法を魔石という方向から探っていたわけか。しかしライザが復元したような満足に動くものは完成できなかった。その失敗に前後して錬金術師は町を去ったようじゃ。錬金術に頼らず魔石を扱えなければ交渉にあらずか。あと文書と一緒にこれが見つかりました。図面ではないようなのですが、これは、うん、錬金術のレシピだと思う。まさかその玉の作り方じゃねえか？どうだろう、待ってね、試しに作ってみよう。